高野原心3月15日昭和44年1月4日は日本の内務官僚弁護士官僚としては主として警察畑を歩き山梨県知事警視総監などを歴任したが特に原爆被災時の広島県知事を務めたことで知られる福島県北合津郡北合津村で農業を営む高野原八の長男として生まれる合津中学 一校を経て、1923年3月、東京帝国大学法学部法律学科を28歳で卒業した。卒業前の1922年11月に高等試験に合格しており、卒業後の1923年4月に内務省に入省、警視庁警部となった。その後神田外神田警察署、神田万世教警察署、 本郷駒込警察署の各署長を歴任した後、警視庁刑務部長を経て、山梨県知事となる。第二次世界大戦中には、陸軍事政長官として、南方占領地に派遣され、ビルマ行政府の官房長を務めた。帰国後は、防空総本部業務局長、大阪富士長を経て、1945年6月、新設の中国地方総監に転じた。 大津海生の公認として、広島県知事に着任した。着任後の7月、かつての上司である前、大阪府知事の池田清氏に宛てた書簡では、昨今あたり、広島市のみは、刺したる被害もこむらず、帰って気味悪き様感ぜられと心情をとろしている。同年8月6日の原爆投下に際して、高野は、前日より、県下福山に出張し、 広島を離れていたため危うく、難を逃れた。6日17時頃には生き残った、職員約30名が、戦災時の6番目の緊急避難先に指定されていた、市内室参加の仏教人、多門民を、臨時県防空本部とし、その後20時頃に、多門院にたどり着いた高野が、防空本部長を兼任した。あわや千吉広島市長。 大塚地方総監はいずれも被爆死していたため、高野はただ一人残った行政のトップとして、市内の救援対策を指揮せざるを得ず、その夜、内務省、近県に対し医師、医薬品などの医療を呼び、食料の応援を依頼し、県下の各警察に、食料、救護班、警察官、警防団の手配を指令した。翌7日、早朝、高野らは、 かろうじて焼け残っていた、市内中心部の東警察署に、県防空本部を移転して、臨時の県庁とし、高野はこの日付で以下のような広島県知事有告を出した。今時の災害ハ無後悪局丸空襲により、我が国民戦意の破砕を図りごと乱とする敵の、暴略に聞く者なり広島県市民諸君よ、被害派題なりといえどももの戦争の常なりだん 自手を無ことなく救護復旧の措置破棄に着々うゼラレツツアリ軍も、また絶大の援助を提供せられツアリソクに、各職場に復帰せよ。戦争初一日も休止することなし。一般県民諸君も、また恩期戦友愛をもって理財者諸君を老張りこれを、古武激霊子その即、なる戦列復帰を、ずられどしんじ災害に際し不幸にして相当数の。 戦災死者をでせり中心より哀悼のよう表しそれの冥福を、祈りるとともにそれの旧敵に報いゆる道破断固強敵を撃災するにあるを明記せよ。我らはあくまでも、最後の戦勝を、信じあらゆる関覚を、克服して大航戦に停心、セム、昭和20年8月7日、知事、高野原心7日、以降、市内被爆対策は、 佐伯文雄船舶司令官が率いる陸軍船舶司令部を中心とした広島警備本部が指揮を取ることとなったがその下で高野は東警察署内で救護活動の調整や食料の放出を指示した敗戦後の8月20日県庁はさらに秋群府中町の東洋工業内に移転し9月3日には県主催による初の 原子爆弾商工宴会が開催された。高野の人気切れ直前の10月8日に和県引上げ民事務所が設置されるなど戦後体制への転換が始まった。10月11日、高野は広島県知事から警視総監に転任となり、翌1946年1月には辞職、同年9月より1951年8月まで公職追放となった。 これ以後の高野は、公職から完全に引退して弁護士に転じ、また突破に右殺監査役も務めた。1969年1月4日死去。去年73。墓所は、玉霊園にある。合図会会員。ありがとうございます。